優美で気品あふれるひな人形、この美しい佇まいから華やかな気持ちになれますよね、うん、今日はお邪魔しておりますのは燕三条インターチェンジから10分ほどのところにありますお人形の流和堂三条工場店です。こちらでは伝統を重んじながらも時代背景に合わせて毎シーズン一から企画したひな人形を製造そして販売しているということなんです。ここからはお人形の流和堂松木さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3月3日のひな祭りまでまだ2ヶ月近くありますけれども、この時期にご購入される方も多くいらっしゃるんでしょうか。そうですね、おひな様選び自体が一度で決まらないことが多く、お届けも良き日柄を選ぶので、それでお時間を頂戴することもありますので、まあ、そういう感じでこの時期に買われる方が多いですね。多くいらっしゃるということなんですね。でもこの店内見渡しますとたくさんのひな人形がありまして、どれを買えばいいんだろうと迷ってしまう方も多くいらっしゃると思うんですが、今日はおすすめをいくつかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、まずはそうですね、新作の中でも珍しいのがこちらになります。はい、こちらなんですね。どういった特徴があるんですか。はい、淡い色のパールピンクのお屏風にお花の飾りブーケ飾りをあしらいました。このパステルカラーっていうのはなかなか見ないんですが、結構珍しいですか。今年は淡い色のお人形だけでなく、お屏風なども全体を含めて人気になっております。じゃあこの淡い色が今年のトレンドなんですかね。そうですね。他にはどういったものがありますか。こちらの丹後ちりめんのおひな様も非常に珍しいものになっております。こちらまた違った雰囲気で、この黒色なのでなんか落ち着いていますね。そうですね、台とついたてが黒色で、おひな様がパステルカラーになってるんですが、後ろのガラスの部分が手作りのガラスになっております。こちらですか。これ手作りなんですね。はい、中には梅の花が描かれていて素敵ですね。そうですね。そして他にはどういったものがありますか。こちらの人形なんかも珍しいかもしれません。あ、こちらどういった特徴があるんでしょうか。はい、お人形の着物の方に手書き彩色でかぐや姫の物語をあしらっております。これ手書きなんですね。はい、あ、確かにこのお人形の真ん中にかぐや姫が描かれていて繊細で素敵ですね。いや、このようにたくさんのひな人形あるんですけれども、私が気になっていたものも紹介してもいいですか。こちらなんですけど、立ちびなというんですよね。はい、でこちら実はこのおひな様のお召し物のところにレースがあるんですよ。これまたなんかドレスみたいで素敵ですね。そうですね、白い生地に刺繍をあしらいまして、後ろの藻がレース生地になっております。素敵ですね。またこの隣にはさらにちょっと対照的なものもあるんですね。こちらはビビットカラーのもので、また雰囲気の違ったおひな様でございますね。いや、このひな人形といってもたくさんの種類の個性豊かなものがあるんですね。はい、続いてどういったものがありますでしょうか。そうですね、こちらの三段飾りの収納なのかも珍しいかもしれません。この台の中にひな人形を収納することができるんですか。はい、コンパクトにお片付けいただけます。これもまた便利ですね。でさらに奥に進みますと、このように段飾りになっているものもあるんですね。はい、おひな様に冠状がつきますと、また華やかな雰囲気になりますので、需要が一定層ありますね。確かにこの人形が増えることによって豪華さも迫力も増しますよね。はい、さらに横にはこちら何でしょう。こちらはお名前旗と申しまして、赤ちゃんのお名前や生年月日などを刺繍して飾っていただくものになります。そうなんですね。じゃあお子さんやお孫さんの名前をこのひな人形の隣に飾ることができる、なんかこう素敵な思い出になりそうですね。はい、そして流和堂ではフェアも開催されるということなんですよね。はい、あさって1月14日から1月14日の土曜日から特選ひな人形フェアを開催します。新潟長岡でもご覧の日程で開催いたします。特選品、お得な商品を多数ご用意しております。ぜひご来店いただければ幸いです。はい、ぜひこの時期に個性豊かな、バラエティ豊かなひな人形検討してみてはいかがでしょうか。松木さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。以上、中継でお伝えしました。はい、お人形のお顔も一つ一つ違いますし、お着物の色とかお道具のデザインとか、もうあれやこれやと見てたら時間あっという間。進化してますね、ひな人形もね。これも素敵でした。はい、